このメルファめちゃめちゃ綺麗で、営業車みたいな綺麗さですね。2ナンバー乗り合い車の登録をされています。副車だったので中扉がついていて、リフトもあるみたいですね。では早速車内に入ってきます。エンジンは J07 の PB 台だそうですね。で、もともと8トン超えなので中期ブレーキ規制の適用対象になっていて、ホイールパークのサイドブレーキです。メーターパネルもリエッセとはちょっと違うのがお分かりいただけますかね。ちなみにギアは6速あります。2速が左手前になるんですよね。リエッセは2、3と4、5で縦につながってるんですけど、この車は1、2と3、4と5、6というふうにつながってます。シートもレカロシートがついてますよ。バスにレカロシートってすごい贅沢な感じですね。客席も2種類柄がありますね。宴会スペースですかね、ここは。で、車椅子リフトがついています。すげえ。こんな感じで、上はメラミンボードかなんかですか。そうですね。うわー、アイカボードですね。アイカボード、で、まあこういうふうにこうやったら中へこう開かないんで、最初扉を後ろにしてたんですけど、使うんでね。確かにシャッターの方が、そうなんですよ、相性がいいですよね、バスと、これも自作です。元々あったもんじゃなくて、あれ、これリエッセから持ってきたとかですか。じゃないですよ、これ自作ですよ。あのパイプ弾だったんで、なんとなく観光っぽくしたくって自分で作ったんです。これは買ったんです。あー、なるほど。これは買って、でこれは自作して。へえ、すげえ。あ、それは説明していただかないと分かんないですね、さすが。うおー。え、この椅子は、はい、椅子はあの、他のメルファから持ってきたやつを、はい、あの回転できるように、これもだからなんか回ります。あ、回転台座なんですね、下。回転台座をこう他の車のやつを取って、はい、で溶接つけて、あ、これもだからこれ4つこう回すとここサロンになります。あ、6席分。そうです。へえ。回すとこのシートは何のシートですか。これはね、まあ MS かなんかに乗せてたやつ。あ、これ面白いんですよ。これ外すとね、下に新日本プロレスって書いてあるんです。新日本プロレスが、移動用のバス持ってた時に、MS かなんか持ってたらしくて、MS の、で、それについてたプロレスラー用のシートが。ガタイがいいから。はい、へえ、すごい。これ中古で買ってるんで。で、まあ、足4本だったんですけど、ちょうどこれを真似て、あの回転台座作ったんですよ。作った、はい、作ったんですよ。だから、これ足がこう、ここの下とこれがまあ繋がってたんですよね。はい、でこれ切って、でプレートがこことプレートで、でこれが回転するんですよ。ここ4本抜いたら回転します。なんか回転台座のこの回るとこだけ買ってきて、あと継ぎはぎしたっていう感じですか。あ、じゃなくてこれは自作です、ね。え、回るところもですか。回るところがそうです。はい、プレート、だからプレートをこう2枚こう挟んでて、こう回るんです、はい、それにこう足が4本溶接してあるんですよ。切った足が溶接してあるんです。はぁ、待ってるな。こうですね、はい、そうすると、で一旦これをだからちょっと引き出して、よし、おお、へえ、これが中に入れば、ああ、なるほど。でここでまたネジ穴が合うように作ってあるんですよ。ああ、そうなんだ。これも同じですね。
はあ、左右同じように。左右同じように。へえ。今も前あの向けてますけど。っていう風な仕様ですね、これ。すごい。これもその購入です。テーブルですね。テリフトがあって、だからちょうど。これを前向けにしてシートバッグの下前でちょうど社長の半分、室内長の半分、そこで半分なんですね。ここで半分です。あーシートバッグがここにいますの で、これでちょうど半分を取ってて、はい、でこの後ろはもうあの自由です。そうですね、半分以上あれば、半分以上あれば2ナンバーが維持できるの で、 で11人乗りですよね。11人乗りです。2ナンバー要件を満たしておいて、その方が後ろが好きにできるんで。そうですね。ここは 何でもないんです。車検上では車検取るときはじゃあこのまま行きますよ。あ、行けるんですか。だから後ろのあの、この部分が、この部分はあれなんですね、あの装備品に必要になってます。ああ、ここ装備品ですよね。だからか、はい、普通は乗ってる積載物は全部下ろさなきゃいけないですもんね。はい、積載物じゃないのか。そうです。ああ、なるほど、はい。で、ここは何でもないところです。座敷を作って、何でもないところで、これ上空は装備品には入らないので。ああ、なるほど。これは構わない。へえ。あ、そういうことだったんだ。そういうことなんです。こういうふうに作って、こんな感じです。おお、なるほど。これは2キロですかね。いや、これ5キロ。5キロか。5キロなんでね、ほとんどね、一番低で運転しますね。だから燃料タンクは5リットル、ここについてます。ここの中はもう普通に、水タンクがちょっとあって、こういう、まあ、こういう仕様ですね。これこういうふうに置くんですね。うわぁ、斬新。へぇ、本当はここにあったんですよ。あ、だけど空きが広い方がいいんで、はい、ちょうどこれを蝶つがいつけてこういうふうに。あれ、その構造ってもしかしてこれ作りました。ここも同じですか。これはですね、だから開けるときに何ていうんですか、ここ当たるんで、で間口は閉じたかったんだけど、だからちょっとおあのどういうんですかね、大きいものをやりたいときとかこういうふうに。あー、なるほど。こういう風に空き口でちゃんと取れるようにやるんですよ。へえ。ここでこう戸が止まっちゃうんで、それよりはいいかなっていう。へえ。布も一回外して自分で巻いたんですよね。あ、そうです。それと僕から壁もそうですね。これ全部作り替えです。あ、本当だ。はい。元々はこれ鉄板だったんですね。あ、グレーのあれも巻いてなかったんですか。そうです。これも全部。ああ、ね。断熱とか処理したかったんで、だから断熱塗装とか防振ですね。あるでしょ、柔らかいの、粘着剤って金属と張り込んで、はい、で断熱打って、はい、今日純正の色と合わせたんですよ、これ。まあ、合わせ、大体、近い色に合わせて。ね、なんか、標準のあれだと思いました、色の。僕ね、あんまりね、変にずらしたくなかった面があったんで。でそれと、まあ、これはちょっとね、こうやれてみようかっていう、普通 のブルーのあれだったんで、そうですよね。で、ちょっとここら辺も擦れてたりしてたんで、でまあ、ちょっと全部外して、張り替えて、はあ、っていう感じですよね。